こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、赤番の危険もある、アマゾンマーケットプレイスの公正な価格設定ポリシー、これをね、守りましょうという話です。次の3つの価格設定は、アカウント削除のリスクがあります。1、過剰に高い売り値を設定する。2、過大な送料を設定する。3、高額なセット価格で販売すると。これね、この Amazon の、価格ポリシー、本文がね、このような文章で、それをね、翻訳したのがこれなんですけど、どういう価格がまずいかというのをね、解説しますと、まず、過剰に高い売値を設定する。これね、やりがちなのはね、とりあえず出品して売れないようにと、ね、FBA 納品するまで売れないように仮に出しとこうと。言った時に適当に高い値段とかね、つけてた時期があったんですけど、これね、今やると非常に危険です。ね、初めから FBA で、きちんと、ね、販売する価格で出しとかないと、何かね、購入者の間違いに期待して、高く出してるんじゃないかということでね、アカウントが、削除されたり、あるいはね、サスペンドされたりする危険があります。次に過大な送料を設定する。これ例えばね、送料と商品代金で1万円で売りたいときにね、通常であれば、ね、商品代金8000円、ね、送料2000円ぐらいがせいぜい妥当なラインなんですけど、商品代金を安く見せるためにね、商品代金2000円、送料8000円とかってつけちゃうと。これ昔ね、商品代金にしか手数料がなかったところにね、手数料ケチるのに使った手法なんですけど、今は送料プラス商品代金に手数料がそもそもかかるんでね、手数料を安くする意味はないと。で、商品を安くね、見せて消費者を騙すような行為もまずいということで、これまたね、アカウント削除やサスペンドのリスクがあります。それから、高額なセット価格で販売する。単品で5000円で売ってるものね、3個セットだったら1万5000円以下になるのが普通なんですけど、逆にそれをね、プレミアム価格つけちゃうというような形にすると。これまたね、アカウントがサスペンドになったり、削除される危険があります。これね、価格設定ってのはね、儲けるためにも重要なんですけど、Amazon の方でね、この出品者は何か騙そうとしてんじゃないか、あるいは分かってないんじゃないかと思われるとね、アカウントのサスペンドや削除につながりますんで、価格に関しては、商品選びと同じぐらい非常に重要です。迷ったり、これでいいのかなと思ったりね、あるいは念のため確認しておきたいという場合もね、お気軽にご相談ください。そんなわけで今日は、ね、Amazon のマーケットプレイス、フェアプライシングポリシーの、ね、翻訳して、そうそうね、これもね、守らないとアカウント危険になるし、ね、儲かるもんも儲からなくなるねということなんでね、翻訳をさせていただきました。ご相談、ご質問お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。